皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は初めての場所でライトトラップをしてみたいと思います。今日の晩ご飯は何というのか全くわからないんですが、タンメン、これをいただきます。18時56分です。点灯させました。発電機が調子悪くてですね、かぶっちゃいまして、それで今プラグ掃除して稼働させました。オーバーフローしてまして、この辺があれなのかわかんないんですけどね、まだ本調子じゃない感じですね。19時1分、 HID の方もですねバッテリーで稼働させました。19時12分、急にですね小虫ガが増えましたね。19時10分です。コガネが飛んできてます。19時半です。飛ぶ虫の数が増えてですね、ちょっと近寄れる状況ではなくなりつつあるんで、ヘルメットかぶっていきたいと思ってます。19時46分、鍵が来ました。HID を 50W にします。切り替えます。9時22分です。またいつもの状態になってきました。その後、クワガタ来る気配はなくですね、9時になりました。お兄さんのところには74ミリと75ミリのクソゴミ山が来たそうです。たった500メートルの差なんですが、やっぱりこっちちょっと山は遠いかもしれないですね。とりあえず今停止いたしました。いずれにせよ寂しいとじゃ寂しすぎる結果なんで、今日はクローズしたいと思います。何があってもここは弱いときに見られる。今日もそこにひらったまま来たな。はい、メスです。オスもいた。はい、お、やったー、落ちた。これですね。平田くんです。帰ろうとしたらですね、今平田が歩ってきました。すごいな、ここは。じゃあね。いやー、いろいろびっくりした。